こんばんは。こんばんは。始まったよ。始まったよ。せーの、アップアップガールズがっかりでーす。ということで今日はですね、はい、4人でお送りしたいと思います。台本にね、今年は4人でお送りしたいと思います。書いてある。そう言うて最後なんだけど、今年ね、最後の放送っていうことが言いたかったのか、今日と言いたかったのか分かんないですけど、今日です。まあ、私と明かりは久々ということで、はい、あの多分武道館のあと7人出た時以来、7人出ると出たじゃん、違うとこでやって、違うとこからお届けした、あっちか、あのあれぶりです。マジで、あ、そう、ご無沙汰しております。ご無沙汰です。合ってるということでですね、戦場学校会年内最後の放送ということで、あら、まあ、1年間ありがとうございました。ありがとうございました。本日自体も最後だ、ね、そうなんですよ、私たちがね、だから本当に最後の最後にお邪魔させていただくということでね。ごまかすんじゃないよ。本日はそんな風からコナツが MC していきたいと思います。よろしくお願いします。コナちゃんが MC なの初めてかもしれない。マジ？だっておいらいつもさ、コアクマとやってるからさ、多いよね、2人チームリスペクト、クソガキ、クソガキ2人、チームリスペクト、こっちか、チームリスペクト、なんで？いいね、チームリスペクト、なんで？チームいなかった、なんで？やろ、その意味も込めてリスペクト投票にしてるんだから。そうですよね、ごめんなさい。ということでタイトルコールいきましょう、せーの、アップアップガールズがっかりの戦場かっこかり、イエーイ。わー、4人でエコーだとすごいね。確かにね。まずは自己紹介からいきます。はい、常夜作る賞の全力卓球古川このつです。よろしくお願いします。どうしたの。荒井まなみでーす。サリーショです。今日も元気もりもり森崎でーす。サファーカリでーす。なるほど、サワーカキャラで、そういくなら言ってやるから。サワールームの参加方法、参加方法です。ハンハって言っちゃった。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりできます。そしてみんなのポイントが多ければ多いほどみんなのアバターがね、どんどん前に出てきますので、どんどんアピールしてください。カモンカモン。番組に参加するには無料のアカウント登録が必要ですので、皆さん登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ランキング確認しましょうか、こちらでしましょう。第3位、ちょっと読んで。香港のテンさん、ありがとう。テンさんありがとう。香港にいるのかな。にゃはー。そして2位、イーラレンさん、ちょっとかぶっちゃってる。イーラレン、かっこ嘘つきさん、ありがとうございます。なんで嘘ついてたの。言われるルールだけにしろって言ってるだろ。嘘ついたらって許さない。嘘よ。はい、ごめんなさい。そして第1位、シャルガマさん、ありがとう。このね、並び私初めて見ました。私も。待って、かわいい、あれ何あれ、おいしそう。白玉だ、おいしそう。大福あ、ゆっぴ、おいおいおい、ゆるいわ、ゆるいわ、ゆるいね。前回はですね、あの群馬のアイコンにしてくれたんですよ、みんな。へぇ、あのこの真ん中のちょっと左にしたら群馬ってあるじゃん。GUMMA 2段目ね。そうそうそう、 あれが群馬のアイコンで、あのひよこマークさんかな。すごい、そうそうそう、すごい、ジャンプしてくれたり、ね、のがそれがね、アップアップガールズ過去回の公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、毎週火曜日22時からショールームで生配信していますので、ぜひ生でも見てください。ということでね、今日は年内最後の配信ということで、はい、忘年会をしながらアップガーの1年間を振り返っていこうと思うんですが、忘年会かーい、やっぱ1年のことを振り返っていく上で、まあ一つね、リベンジしたいことがある人がいると思うんですけど、はい、5月3日、うん、5周年の特番組ですね。あ、やったね。あ、やりました。その時にだいぶ悔しい思いをしていた方がいると思うんですけど、うん、覚えてますか。覚えてない。今回の企画はいらないということでよろしいですか。いります。はい、そうですよね。何ですか。ボーイズね、飲まないからね、未成年だからね。全員でやったじゃないですか。ここでやったね。その何人で放送した時なんですけど、特番をやった時に、ね、まあ、2チームに分かれて出前を取ったんですよ。そう、でなんか先に届いた方のチームしか食べれないっていうので、うんうんうん、見事に負けたんですよ、私は、うんうんうん。だから負けたけど、最後にまた出前を取って食べたいなっていう、食べたい食べたいじゃないですか。ということで、うん、今回はピザを頼ませていただきます。いいんでしょうかね、ピッツァ。
ないでしょ。よっしゃということでね、まあ、忘年会ということで今年はクリスマスパーティーもできなかったしね。そうか、そうなんだ、ね、ピザをピッツァ出前したいと思います。ピッツァピッツァピッツァ、まあ、ただね、ここあの戦場かっかり、うん、普段こう出前で普通に出前を食べていただくわけにはいきません。今から注文して、そんなことございません。番組放送中に届いた場合のみ食べられます。早く来てしまう。もし間に合わなかった場合はスタッフが後ほど美味しくいただきますということで、早くメニューを決めて、はい、出まして、はい、決める、はい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 、なんかすいちゃん、ありがとうございます。一緒かもね。私あのアプリ落としてるんで、アプリで見ます。チーズだよね、やっぱね、うん、チーズロール、え、カマンベールミルピー、どれでミルピークワットロ、おいしそう。チクロロ、チクロロ早い、クワトロチーズメイト、どういう違うんだね、チーズメイト、チーズヨーチーズヨーチーズイエーチーズヨーゴルゴゾーラチェダーチョーショーだよ。いい感じのオレンジ、ブルーチーズ相変わらず使ってんな。チーズ全部使ってる、なんだこれ。ごめんごめんごめん、決めなさい。え、これどういうこと？いろんな種類が入ってるってことだよね。面白い。今のちょっと面白い。最高。すごいモッツァレラかけてるの。チーズいっぱいありすぎる。ね、え、カニたっぷりグラタンピザ。カニ食えない。カニ私食えないね。ごめんね。泣いちゃう。泣いちゃう。え、でもさ、まだめっちゃ怒ってる。食べたいやつで生地変えられるでしょ。確か。そうなの？そうなの？変えられるやつあると思う。多分それしか注文できないっていうやつ以外は変えられる。これは食べて電話予約ですか？電話してもらうんで、まずオーダー何を。ちょっと早く決めないと来ないよね。まだ私これ優柔不断なの、すっごい。同じく。クワトロフォルマッチ。めっちゃ美味しい。それでいいじゃん。どれ？それしよう。クワトロフォルマッチ。それでいいじゃんって言いながらちょっとたどり着いてないんだけどそこに。え、蜂蜜つけてほしい。ね、つけてほしいね。これ大好き。これ蜜チーズよ。ね、ちょっと頼んでみない。さあ、頼むよ。君が言ってみない。甘いピザはピザとは言わん。いいじゃん。美味しいよ。オブルチーズ。なんかサイドメニューとかも頼んでみない。確かに。サイドメニューあれでいいんじゃないの、うん、え、みんなどのくらい食べれる？食べる、食べる。何枚くらい食べれる？え？え、M、1枚じゃないの？ M だったら2枚。1枚、1人1枚？おぉあのさ、いつから戦場各国に大食い選手になったの？え、1枚一人1枚はやばい。カロリー数考えろよ。お疲れ様でした。バイバイ。ありがとう、バイバイ。コンビがいます。気をつけて帰る、気をつけて帰んだよ、ほらワンちゃん。バイバイ。ちゃんとね、手を挙げて横断歩道渡んなさいよ、コンビ。黄色い帽子かぶってないからさ、コンビ。ピザ持ってきてもらおうよ。走るな走るな、バカ。え、蜂蜜買ってね、クワトロなんちゃうね。蜂蜜買ってきてコルミ、うん、マジ走りじゃねえ。クワトロじゃねえ。クワトロフォルマッチとサイドメニューにする。そうしよう。じゃあサイドメニューこっちで見てみます、ね、やばいよ、もう8分だからね。ね、声裏返ってますけど、うん、押し押しじゃないじゃん。ピザとか久々。ピザ、ピザ結構食べてる。本当？うん、ピザ食べたい、早く。お腹すいた。え、クワトロフォルマッチ。サラダ食べたい。いいよ。だってやばいよ、チーズ、カマンベールチーズ、モッツァレラチーズ、ブルーチーズ、パルメザンチーズ。ナゲット、ナゲットとチキンどっちがいい？ナゲット、ナゲット。ナゲット。皆さんも忘年会シーズンじゃないですか？結構ね、ナゲット大変そうですね。え、だからそのチキン的なやつか、うん、ナゲット的なやつか。いや、一緒じゃない？え、名前で選んで。ミチクでしょ、ね、名前で選んで。ポテチキかポテステどっちがいい？え、もう一回言って。ポテチキかポテステ、ポテチステどっち？ポテステポテステポテステ。あ、今日は忘年会だったって人も多いね。まあ、この人はそうだよね。じゃあもうさ、みんなみんなお腹いっぱいみたいに言うの。スペペペスペシャルチキンか。ペペ、あ、スペです。スペスペ。じゃあ、明日オタクと忘年会マジで。え、いいな、いいな、ファン同士で忘年会、羨ましい、楽しそう。楽しそう。え、気になるんだけどさ、例えばさ、ファン同士でさ、とりあえず注文せよ。そうね。とりあえず今日は食べたい。これで終わっちゃうよ。決まりました。ほら、やばいやばい。電話をかけに。あ、これ電話して。ゴー。私電話。
うん、そう、オカリナが、なんか前回もそうだったでしょ、クワトロフォルマッチ、クワトロフォルマッチ、クワコーラで、コーラ頼んでって言ってる人いる、コーラみたいな、コーラいいよ、コーラ時間にコーラ、でもだってピザにはコーラって お父さんから言われたの、コーラ4つ、お父さんに言われたの、コーラだよって、え、1.5 リットルのでよくない、いや、何そんなの、から買ってきて、パーティー用で買ってきて、バカやろ、もしもし、もしもし、宅配じゃなくて、宅配で注文いいですか、注文いいですか、ありがとうございます、それ用の電話で40分ほど、終わっちゃう、あ、いいですいいです、大丈夫です、素敵です、なるほど、お願いします、クワトロフォルマッチ、フォルマッチ、クワトロフォルマッチとポテステを一つだけでいいんじゃない、だけでいいんじゃない、少ない方が早いでしょ、コーラは、コーラとかあります、コーラ頼んでいいですか、コーラを4本ください、4本、ちっちゃいコーラ4本で、はい、大丈夫です、お願いします、以上で、はい、私はまずサイズはミディアムラージどちらですか、あ、ミディアムで、ミディアムで、ミディアムで、生地はいかがされますか、生地、チーズいっぱい入ってるやつって何でしたっけ、チーズいっぱい入ってるやつって何でしたっけ、耳でチーズが入ってるもの、あ、それがいいです、それがいい、ロールなんとかみたいな、チーズンロール、チーズンロールで、はい、お願いします、ロールが先で後だった、お願いします、大丈夫です、はい、ご利用のクーポン券ございますか、クーポン券大事、ごめんなさい、ないです、すいません、クーポン券大事、なるはやでお願いしますね、なるはやで、え、ちょっとやばい、40分って言われた、結構番組終わっちゃうよ、もうマジか、食べれるでしょ、でもまあ、マジで延長すればいい話だ間違いない、明日うちらもリハバルだからさ朝早いんだから、注文しました、はい、どうぞ、待ちつつ、はい、まずは今週のね、アップ画を、1週間のアップ画を振り返っていきたいと思います、何があったっけ、23日にクリスマスライブが、そうだね、そうだ、来た人、はーい、のしのしのし、ライブセブンクリスマスっていう名前あったの知ってる、知ってる、もう知らなかったんだ、マジで、ずーっとここで告知するときに言ってたもん、知らなかったんだけどね、横浜でありましたけど、横浜でありましたね、なんかさ、はいはいって、クリスマス、ありがとうありがとう、楽しかった、クリスマス当日はね、全然クリスマスって感じがしなかったんだけど、家みたいな、いっぱいさ、そう、家からいっぱい出なかったんだけどあれ、なんだっけ、前日とか、そう、23日とか、連日とかもイベントいっぱい、サンタコスでさ、イベントいっぱいやってたからさ、もうなんかね、前日とか前々日でも満腹な感じでしたね、そうか、確かによかったな、みんな乗ってた、そう、で、次24日の深夜に、そう、寂しんぼナイトっていう、オールナイトだったね、オールナイトイベントに出演させていただいて、家帰ったもんね、4時あれ違う、多分2時か、2時で、それこそ3時前ぐらいにライブが始まって、2時40分とかからライブ、で、3時過ぎに終わって、で、そこからあの何、販売会とかやって帰ったから、始発で帰れちゃうから、いや、本当だよね、オールナイトイベントって泊まったりとか、まあ、みんなで車で帰ったりとかっていうイメージだったけど、始発で帰れちゃうんだと思って、ね、初めてだよ、地元に朝帰り、あらやまなみな、ね、朝帰り怒られるよ、ダメ決まってるでしょ、怒られるよ、お母さんに、仕事だよ仕事だよ、あ、そうだね、終電早い上に始発も遅いんだぞ、不良だ不良だって書かれてるよ、おい、びっくりするぐらいパリピのイベントだったよ、ね、すごかったの、もうびっくり、すごかったよね、サンタコスしてる人もいっぱいだしね、うん、PPAP のね、マッシュアップブーヤのやらせてもらってサホがね、リアル PPAP を作ったわけですよ、ペンとアップできるんだね、あれパイナップルとペンで、うん、あれ歌うのはさ簡単だけどさ、本当に実行するっていうのはね、さ大変ね、確かに楽しかったけど、 PPAP が流れた瞬間のブーって感じですごかったよね、あ、やめてみたいな、あ、やだ、大変だった、あの、まあアッポーペンとパイナッポーペンは簡単なんだけど、うん、ペンパイナッポーペンは大変なのね、やばい、貫通させなきゃいけないからね、そう私が最近ハマってる動画をこう見せて、うん、どうするっていうふうにそうやる研究作戦会議ね、でもあんなに簡単に刺さるもんなの、ね、だってさ、リハーサルやった時とかさ、え、このテンションでしょ、刺さったみたいな感じだったもんね、うんうん、面白かった、でもあれ
またどっかで見れたらいいですね。そうですね、どっかで見れるんじゃないですか。見れるんじゃない、見れるかな、見れそう、見れそう。ハンドダウンとかやればいいじゃん。なんかミュージックフェスとかそういうのでやったらいいんじゃない。いいね、確かに。大好きさんにプレゼントしました。リベンジあります、リベンジとか。そうだね、結構ね失敗してね、そうだね、一回リンゴが飛んでった。なかなかないよ、リンゴがカビ手袖に履けて、テンパイナッポペンになっちゃったんです。テンパイナッポペンだよ。ただの長いペン刺さってるから本当に挟まっちゃって。そうだから今度一発で決めたいの。そうだね、そうだね、かっこいいな、楽しみ。ありますね。まあ、そんなクリスマスをしましたわけですけど、まあ1週間も振り返りましたが、まあ今回はね今年最後の配信ということで、今年のアップガンも振り返っていきたいと思うんですけど、あの今年の1月に小松と森崎で今年のアップガン大予想を行ったんですよ。そうなのやったの。年表、年表じゃなくて、なんていうんですか、カレンダーみたいな、こうなったらいいなみたいな、そうそう、予定表を組んだんですよ。そんなことあったんです。さっき言われて思い出したんですけど、ね、やった何書いたかちょっと覚えてないんだけど、うん、やったから、うん、それがどれだけ実行されたかとか、ね、をちょっとチェックしたいなと。確かに、皆さん覚えてますか。振り返りましょう。どこにあるの。あ、画面にということで、あ、写真をあの用意していただいたみたいなので、はい、じゃあどんどん行っちゃっていいですか。前半どうぞ。どうぞ。あ、新宿公園ね。あ、これ2人で1つってこと。アップガのやつを考えた。あ、そう。まあでもさ、これさ、とりあえず決まってる予定とかじゃなかった？そうだと思う。そうだね。ほら、47ツアーとか。青いやつは？そっか、決まってる。あー、モルっていうの静岡バスターやんなかったな。しかも6月にやる予定だったんだ。6月ってなんか、デップツアーマスター中だよね。忙しかったもんね。なんで6月？よさこいもあったし、ね、あ、そうだ、よさこいもあったね、うん、北海道行っちゃったし、そうだそうだ、ホノルルも行っちゃったしね。そうだね、大変だった。え、古川小夏のダンス教室やりたかったんだよ、忘れてた。あ、そうじゃん、そうじゃん、生誕でいっぱいやってた、忙しくて忘れてた。いいことやん。いいことだね。いいことやん。あ、そっか、私読むやつだった。すごいね、ゼップツアーもやったしさ、47ツアーも完走したすごいね。沖縄ほんとに楽しかった。で、47ツアーが今年なんだって感じ。そうなの、そうなのよ。それだよね、始まってるのは去年だけど、終わったのが今年ということで。そう、ほんとほら、沖縄楽しかったってね。海ぶどうが本当に美味しかった。美味しかった。今日食べてこようとしてる、ね。行きたいな、ね、みんな。沖縄行きたいってみんなも書いて。上半期何が思い出深かったですか。確かに。上半期、まあ、エイリアンツアーやって、ライブハウスツアーやって、その後ゼップツアーやって。で、あ、耳が美味しいよね。耳が好き。やっぱよさこい、あ、よさこいそうだよね。みんなで踊ったんだもんね。ね、パレードね、参加させてもらったもんね、今年はね。楽しかった。まあ、でもあれ、そう言ったらさ、小夏のダメか。ダメだ。小夏のダンス教室みたいな。まあ、確かにね。確かに。小夏監修のもと。東京都は来てる。そう、マニさんからです。ありがとうございます。マニさん、ありがとう。ありがとうございます。サホのおやつ、よしこの調子でピザも届くかな。もう1年みんな楽しかったよって。あと何か、もう意外に覚えてないもんだね。ねえ、濃すぎて。そう、今年のね、あんま記憶がない。スケジュール見たらいいんじゃない。すごいね。だって武道館ですらもう2年前ぐらい。あ、嘘やん。分かった、私思い出したよ。私個人だけど桜咲く。あ、そうじゃん、やってたね。今年だ。え、あれだ、あれだ、あれ始まってすぐか。ね、2月に撮影したのかな、ね、ちょうどバレンタインの季節で新ラブとか来てた。あ、フリーベ。そうで、桜咲くやって、うん、3月に放送とかですね。あ、そっか、大変だった。2週間で全部は撮らなきゃいけなかったね。ね、超ハードだったよね。2週間っていうか、だってうちは超暇だったもん。だから覚えてる。ね、超楽しかった。多分6年間で一番休みあったよ。分かる分かる、マジ分かる。多分ね、1週間6日連続みたいな、何日か連続ぐらい。あったあったあった。嘘、マジでそんなに。私はあったな。でも私毎日出かけたもん。出かけない。ハフ。ハフか。もう今しかないと思う。ここを逃したら多分一生。いや、そうだよね。出かけられない。本当にそう。それでね、ちょっとだけ朝に強くなった。あ、確かにめっちゃ早かったもんね、朝ね。てか朝っていうか4時頃に起きるのに強くなった。一人じゃ。すごい。うん。たまや。毎日泊まりだったから、こう何？一人。だから、うん、親もさ4時とか寝てるから起きれないと思って、うん、そう、あの、ね、夕方の撮影とかを朝日とかで撮ったりするから、メイキングが面白いね。メイキングが面白かったって。
あーメイキングね、いろいろ、まあ DVD 買ったよって、ありがとう、ありがとうございます。まだ多分販売中なのでぜひ見てください、うん、それは夜って書いてある確かに4時は夜だよね。そうなんだよ、夜じゃないよ確かにね。もう真っ暗なところで関根さんと、あ、うんうん、これから始まるんだねっつって、あそういう 上半期いいですかね。じゃあ下半期決めます。下半期、ね、写真をお願いします。制服と待ってジャパンエキスパットフランス、うーん、あーそう出なかった ね、 ね、ちょうどさ出なかったね。何やってたんだっけあれ、ゼップツアーのファイナルとちょっとだけ被ってたんだよね。そうそうそう、で、まあ、ティフありまして、あーティフでね、アームレスリング、あ、そう、ここだよ負けたの私が。でもやらなかったしね、アームレスリング大会。いや、アームレスリング大会どころじゃないっすよ。そうだよ、負けて本当は元アイドリングの坂地さんにもボロ負けして、ね、坂地さん強かったね。強かった。そうだから来年また挑ませてくださいって言って、リベンジ宣告、リベンジ宣戦布告、宣戦布告しまして、今頑張って鍛えてますけどね、来年に向けて。あと前10月に、あ9月にヤプが大運動会やりたかったね。そうだ、だってあの あれなんですよ、あ運動会の時期じゃないですか、秋の、うん、そうだね、だからやりたいねって ね、 ね、なんか毎年言ってるけど結果できないんだよね、うん、確かに。だからオイラやりたくて11月自分の生誕でやったもん。あ、そっかそっか、そうじゃん、カリボだけど。確かに確かに。で、10月水中ライブ、なぜこの時期に入ったの？いや、やっぱその武道館を年末にやりたいから、うん、その前にやっぱちょっとそのねアップガらしいチャレンジ的なのが、うん、いやいいよねって。なんかでも後藤行ったもんね。そうだよね、2月に行きました。だからなんかさ、運動会というか水中ライブというかさその辺の合体してみちゃう、いいじゃん、サバイバルライブみたいな、なんとなくでいいよ、うんうん、で、まあ11月にハイスパライブと書いてありますが、ハイスパやってくるのかな。ハイスパはね、やんなかったね、やんなかったね。だいぶさ、ストイックじゃない、ハイスパやった後に武道館いや、そうだよ、ハイスパやんなかったね、今年。そうそうそう、まあ、ちょっと寂しい気持ちがあるけどね、まあ、どうしても見たいっていうことだね、うん、そうだね、帰ってどうしてもそのノンストップの気持ちをこう味わいたいっていう方はカウントダウンですね。ラストのアップがのタングライブですから。でも武道館が12月に書いてあるのね。ねえ、繰り上げしてた、早かったね、やっぱ ね、 ね、早かった。ちょっとさ、その隣におかしいのがある、ね、そもそも この今年にできるつもりじゃなかったから。わかる、そうだね。でも今年できたらいいよねってことで12月に無理やり詰め込んだの。そう一番最後、もう願望願望よ、言ってしまえば。そうだよね、黒文字だもん、うん、それを超えるんだよ、ね、びっくり、ね、11月にできた ね、 ね、 ね、嬉しい。やっぱ武道館が一番の出来事だよ、本当に。そうよ、楽しかったよ今年。一楽しかった出来事なんですか、うん、って聞かれた時、まあ、武道館だよね。武道館ですよ。だからよく、ね、ちょっとさ、武道館抜きにしようっていう話多いよ圧倒的武道館すぎて、うん、武道館に何も叶わないからね、うん、そう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 、濃すぎて何やったかも覚えてないみたいなね、うん、あるあるだね。その隣、あれ、あ、ね、あの、カウントダウンしながら紅白って感じ。あ、そうだ、中継しようみたいな。中継だよ、あの中継あるもんね。あ、違うよ、なんか紅白出てからカウントダウン行こうみたいな。あ、そうか、確かに、そう、確かうちら紅白出た。違う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 、やってる最中に今から私たち紅白行ってきますって言って、紅白をライブ会場で配信する。そう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 、ライブビューイング形式ね。そうそうそう、あの、そうみんなで、会場のみんなで紅白を見てもらって、そこに帰ってくる。そう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 、今から行ってきますっていう作戦を立ててたんですけど、うん、まだ惜しくもね、惜しくもラスト会いますからねまだオファーあるかもしれないもんね。え、もうないもうないもう、もうだって企画中まで発表されちゃいましたから、ね、あと一歩だったよね、うん、もうちょっと武道館があと2、3ヶ月早ければ、うん、あー、そうだね、あったかもしれない、うん、あの、頑張りましょうか。来年、頑張ります。あの、普通に頑張りましょう、はい、来年に持ち越そう、それはそうだね、紅白、うん、どうしよう。さっきからさ、すっごい噛むよね。嘘、え、今何噛んだ頑張りますよ。その後楽天のことを楽天って言ったし言ってない楽天言ったよ、それは言ってないよ、あるなよ。はい、次、はい、次、うん、次、まあ、1年間やってみて、うん、じゃあ下半期みんなさ何が思い出か、まあ、武道館抜きにして、武道館抜き、安定の武道館抜き、武道館と陸のことを抜き、下半期のこともでもよかったよね。制服青春
コレクション。あ、そうじゃん。それやってた。制服着たね。あ、韓国行った。あ、韓国行った。韓国行った。あ、そういうの欲しい。あのさ、あれ入ってなかったけど、あ、ティフの普段塾さんとのコラボ。なんだっけかな、7月から。普段塾とコラボして人生だいぶ変わったわ。いけない。その発言、うちはもともと普段塾さん好きだったけど、みんながアップが全員が普段塾さん大好きになった。ハマったね。それはすごいなんか嬉しい気分。確かに。え、なんかほら見て、普段塾ファンの方が見てるもん。マジ？え、嘘、嬉しいんだけど。リオさん、浦和さくん、こないだ、浦和さくん、え、こないだね、こないだね。え、普段塾の話ばっかになっちゃうじゃん。この間ね、あのね、ファンの人が写真くれたんだよね。そう、くれたー。大盛り上がりで、大盛り上がり、やっぱりね。みんなのお尻がちゃんと入ってる。そう、お尻が浦和さん。めっちゃ面白かった。もう感無量です。もう白いサイリウムを振りたい今すぐ。白泣きそうになった。本当に、いや、本当にテンション、永遠の推しです。テンション上がっちゃったもん。いや、確かにそう考えるとかなり1年の中ででかい。だってさ、私の中ではでかい。コラボがさ、コラボが本当に皆さんのおかげで盛り上がったから、地上波でも映ったし、みんながこうツイートしてくれたんだよね、いっぱいね。みんながこう最高って言ってくれたから、何、こう地上波でも映るようになったし、その後の生放送中にもこう何、ハイライトはみたいな感じで流してくれたから、うん、えー、またダンスをしたい。いや、いいね、それしたいね。楽しかった。なんか恥ずかしかったけど、だってさ、みんなさ、ダンスをしてさ、普段塾さんと一緒にさ、バスでさ、あの会場にさ向かうとき、シップステージ向かうとき、やだー。本物と一緒に乗りたくなる。だって自分でしてね、普段塾のクオリティにね、本当なんか脱帽だよね、マジで。普通にもうメイクしてもらって、楽屋戻るときもすごい恥ずかしかったもんね。本当誰にも。なんて言われるかなみたいな。誰にも会いたくない。会いたくない。いや、面白かったな。面白そう。私コラボって言ったらさ、あのグッドバイブレーション。あ、やったやった。そうじゃん、今年めっちゃいろんな出会いがあって、楽しかったよね。あれでね、まあ、いつも対話をしていただいてるまゆみちゃんとか大森さんとかもあったけど、アカシックさん、アカシックさんとか稲仙さんとか。そうだね、久々に。そう、あまりできなかった人もできたっていうのが、なんかそう、輪が広がった感じ。なんかみんなやっぱさ、ツーマンとかやるとすごいさ、仲良くなるじゃん。そう、それですごいライブ好きになったりとか。今年稲瀬さんめっちゃお会いできたよね。うん、まあ、アットジャパンにも出てたから。そういうのもすごい。ロアさんとか。あ、ロアさん、グッドバイブレーションじゃないけど、ね、あのショットガールでね。そう、ショットガールでお世話になって、うん、本当に楽しかったよね。楽しかった、ね、なんかいろんな方と外の世界、うん、刺激的だったし、刺激をもらえる年だったなって思って、うん、グッドバイブレーションも続けたいんですよ、うん、あれ武道会に向けて、まあ、いろんな方からこういい刺激をもらおうって話だったじゃないですか。でもグッドバイブレーション続けたいよねみたいな話もあるので、ぜひ皆さんもね、あのそういう声はぜひ発信してもらえたら嬉しいですね。ローソンのコラボは、あ、スペシャルプラスでオンエアがあるので。そうだ、あ、でも昨日だった。あれ昨日、昨日だった。今リピート、来年またやるんですよね、確か。来年に2日、3日ぐらい。いや、めっちゃ良かったってかね。なんか自分たちであれだけどさ、あの三味線の音がやっぱ合うよね、うん、合うね。三味線がいるバンドっていうのもちょっとね、あれですね、面白かった。かっこよかったね。まあ、流血事件なんかもありましたが、ぜひ見ていただけたらなと思います。カルタ大会が楽しかった。あ、やったー、やった、カルタ大会楽しかった。今年か。そうか、今年か。あ、なんかさ、そういうくだらないゲームいっぱいしたいね、来年も。確かにね、やりたい。したい、うん。ちょっとさ、武道館前でさ、ちょっとさ、うん、ふざけてんじゃないのって言われてやれなかったようなこともいっぱいしたかな。みんなで縄文カルタ大会をやりたい。やりたいよ、難しい、難しい。そんな話とか出ないじゃん。もう、いけないじゃん。だってカルタってさ、うん、カルタってさ、一文字覚えとけばいい話じゃん。6人が100人種だったら下の子覚えなきゃいけないけど。もうね、本屋に並んでますよ、軍屋。軍屋だって。軍馬。新しい髪型。軍屋。新しいよ。軍屋。本屋ちょっと混ざって。黒ひげやる。いいじゃん。いいよ、いいよ。楽しそう。いいじゃん。いいよ。みんなでやったことないもんね、黒ひげ。やったことないね。初の早食い大会。やりたい。でも早食いか。まあ、やりたいね。カツ丼食べるで仕事なら何でもやりますもん。いいね。またショールームでスペシャルやりたいですね。やりたい。え、なんかさ、普通のさ、何？普通のゲームを普通にやってみたい。
なんかさ、結構さ、何ちょっと一工夫二工夫加えられるじゃん、うん、じゃなくて普通に全うのやってみたい、みんなで。あ、そしたら普通に盛り上がるね。そう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 。あ、違う、ダウト、ダウトダウト絶対ダウト。でワニワニバリだってやばい、盛り上がるもんなんすか。はい、盛り上がりますよ。そう、出た出た。 あるって。あるの、なんかアクガでさ、ゲーム大会盛り上がるかな。盛り上がるの、え、これやりながらさ、話できるかな。確かに、あのさ、うちはほらダンス教室やりたいじゃん。森さん静岡もそう。やっぱさ、え、二人はなんかないの、やりたいこと。やりたかったこと、まあ、私たちこれ多分来年にも、てか今年か、来年に私はられた。だって私は黒帯取りたかったの。あ、そっか。あ、そっか。あ、じゃ、え、だから来年やりたいことないの。あるよ、なんか企画として。あるけどね、言わない。イベントとか。言わない全然言わない。え、じゃあイベントとかだよ。うん、お客さん、それもないの。うん、あるけど言わない。あの、話しながらやってるんでお願いします。怖い怖い怖い。あなた思ってるからね。そうだわ。順番、あはい、順番。何順、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 刺し体順。そう、早いもん。やったー、やっちゃったー。上がった人が罰ゲームだよ。なんで罰ゲームとかなくて普通にやる。ゆうたやん、なんかアイス買ってきてもらおうぜ。やっぱこれ盛り上がんないです。え、1年の反省。やっぱり私が自分1年の反省。1年の反省はあるでしょ、これ。言って、何、いっぱいあるなー。いっぱいあるよ。うん、なんだろうな。何、1年の反省、あれか、エスプレッソのサイズが分かんない。やめてよ、分かんない。やめて、やめて、分かんないじゃん。もう、私した、何でしょ。出ないと思う、出ないと思う。恥ずかしい、やだやだ。その3000人の人が見てるから。分かんない、いいよ、いいよ、それ。はい、ですよ、今年一やばい話。それは、それはさ、しとかない。面白い。それは、いや、こ、じゃあ私が逆に謝る。はいよ、今年1年の反省をする。どうぞ。今年カメラも回ってない、お客さんもいない、うん、楽屋で、うん、森崎を泣かせました。おなちゃん、はい、その理由は、エスプレッソのサイズが日本でも小さいことを教えました。なんでそうやって言うの。え、もう言わないでよ。えーのー、ほら、もう恥ずかしいよ。面白かった。あ、森崎が今年初めてフランスに行ったんだよね。フランスに行って、もうフランス語が通じるかなと思って、アンクフェスルプレって言ったんですよ。コーヒー一杯くださいって。したらエスプレッソが出てきたの。普通にフランスのコーヒー事情というブログです。普通にこのくらいのさ、カップのさ、普通にコーヒーをブラックとかが出てくるかと思って、マグカップね、ちっちゃいマグカップ、こんなちっちゃいの、しかもエスプレッソだったわみたいな。なんか、あ、なんかフランスでなんかコーヒー一杯くださいって言うと、なんかエスプレッソが出てくるんだなみたいな。しかもなんかこんなちっちゃくて、なんでこんなちっちゃいんだろうって思いブログを書いたら、なんか私日本でエスプレッソ飲んだことなかったんですよ。なんかエスプレッソ入りのカフェオレとかあったの。なんかちょっと濃いめの、あるじゃん、うんうん、あるあるある。そう、ちょっと濃いめ の, あのミルク入りみたいな、うん、そう、だからそれ濃いのがエスプレッソだと思ってたの。したらなんか日本でもエスプレッソはちっちゃいみたいなことをメンバーみんなに楽屋で責められて。いや、ちゃんとブログ読んでるんですよ、私は。うちも読んでる。ブログ読んでて、で、あの、すごいちっちゃいことに驚いたって書いてたから、驚くところそこじゃなくて、コーヒーくださいって言ったらエスプレッソが出てきたことだよっていうのを教えようと思ったら泣かれたんです。しかも突然みんなに責められたから。そんなに責めなくていいじゃん。いや、まずいのみんな爆笑しすぎなんだから。で、爆笑できなかったの。エスプレッソがちっちゃかったんだもん。初めて知ったな。爆笑じゃないよ、もうしばらく固まったもん。え、泣いた、森泣いた。え、これ泣いてるっていう。なんか3秒ぐらいそのままあったよ、ね、楽屋で言ったらこれ今年一番の衝撃だった。面白かったね。もうそっからね、私ね、怖くてあんまモリティに話しかけないから。なんかやばいよ。え、もうどれを言ったら泣いてしまうのかがわからないから。もうその話があった。そうだろ。そう、めっちゃ気使っちゃう。なんかこれは泣かないかなみたいなのを一回考えちゃうから。ちょっとさ、注意したりさ、指摘したりするときにさ、そう、私逆に最近なんかあかり冷たいなみたいな。私もちょっと嫌いになったから。お互い
ジで思ってた。そうだって怖いんだもん。これ言ったら泣いちゃうかなとか思うと大丈夫だよ、オッケー、仲良くしてね。めんどくさいな。なんでもう本当にやめて、そうやって意地悪するの。これがこれマジ面白くない。これがあって六丸トライブがあったからね。また面白かったね。また泣いたもん。そうなんです。なんか最近泣いちゃうんだよ、よく。なんてなんだろうね、わかんないんだけど。涙もろい、涙もろい。年じゃない、年のせいかな。やっぱそうだよね。年はだよ。年のせいだと思う。みんなバカにするんだよ。あ、また泣くの、また泣くの。またエスプレッソネタを引っ張っていきましょうね。エスプレッソはね。え、だってファンの人は誰も教えてあげなかったの。でもコメント読んだ。モリティはその、うん、アンカメスレブブレって言ったら、うん、ちっちゃいものが出てくることっていうのを伝えたかったの。うん。じゃなくてエスプレッソが出てくることの衝撃でしょ。だから。そう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 、それを書けばよかったんじゃないっていう話をしたかった。コーヒーくださいって言ったらエスプレッソが出てきましたって言えばいいよ。そうそう、うん、エスプレッソください。フランス酒がエスプレッソってことでしょ。そう、コーヒーイコールエスプレッソ。泣く泣く泣く、前が泣くだ。いや違う、私そこ私が泣くと。もう言わないとこやって。もう言わないってば。いいよいいよ、本当に人生常にあの人生勉強だなって、はい。いろいろ気を使ってコメントしたようだった。大丈夫だよ、私そんなないから。え、ごめん、え、待って、みんながそんなに気使ってんの気づかないの。私さらっと言っちゃったこと超反省するわ。じゃあ反省してよ。え、ピザは違う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 、残り11時まで、11時まで10分。ピザはピザピザ、え、ちょっとしかもめっちゃ熱くなった今から。ピザピザ、やばい、ピザ食べながらねトークする予定だったのに。めっちゃ面白い。マジで、あ、面白かった。だから今度こなつちゃんにね、え、そう、日本のエスプレッソ飲みに連れてって行こうねって話をお願いした。どこ、それから私のことエスプレッソって言うんだよ、めっちゃ。もう本当に悪意あるよね。じゃあ森さんが責められ始めるとほらエスプレッソって言うんだよ。もう本当に泣いちゃうみたいな。じゃあみんなも思ってたってことだよね、要する。うん、俺らは分かってたから、分かってたけどコーヒー飲めないからこなちゃんに言ってもらった方がいいのかなと思って黙ってた。みんなほらエスプレッソって呼ぶわって書いてる。知らなかったな。いいじゃん、森エスプレッソ先でいいじゃん。やだよ、ミドルネームで。ミドルネームで。かっこいい。かっこいい、確かにちょっとかっこいい。だってなんかちょっと追加ですね。高濃度抽出みたいな感じでしょ。かっこいいじゃん、なんかいいところの牛みたいなね。森エスプレッソ、皆さん2016年やり残したことはありますか。やり残したこと、そうだね、ゲームのランク上げかな。いや、私ゲーム好きだから。今年は武道館があったから、あの、抑えてたんですよ、ゲームを。へー、あれでもね、あれでも抑えてたんですよ。へー、どんだけやりたかったの。だし、あの、できることなら、こう何、自分の好きなもののイベントにたくさん行ってみたかった。あー、いいね。こうニコニコ超会議もさ出させてもらったじゃん、うん、上半期に、うんうん、でそのゲームのブースとかも行きたかったけど、うんうん、何、混んでて行けなかったりとかしたから、うんうんうん、そういうところにも行きたかったし、最近 YouTube とかも好きだから、うん、そういうのも見たいなとか、うん、個人的にいろいろね、すごいね、個人的に行きたいイベントがたくさん、ね、あでも大事だよね、そういうのに大事、うん、好きなことで経験とか充実こうなるもんね。すごい大事だね。何かな、あ、そう、フィッシャーズさん、今日の動画めっちゃ面白かった。ムーブクッション残したこととか、何だろう、ないこやってきちゃった。でも私みんなでディズニー行けてよかったね。だって、ああ、確かに去年 の、 あのショールームクリスマス、うん、でもらったサンタさんが来てくれたじゃないですか、うん、知ってるかなみんな。クリスマスが、ね、で、あのサンタさんが来てくれたんですよ、うん、でそのプレゼントが7人分のチケットだったんですけど、 それにみんなでつい、うん、ついにね、ついに、まあ、そのチケットを使ったのは6人でしたけど、そうですね、ついに、ちょうど1年間とかだったんだよね。そうだよ、うん、ギリギリセーフですよ。あと2週間いくらしかなかったもんね。だからギリギリセーフっていうか、ギリギリアウトっていうか、全力アウトなんだけどさ、うん、ジョジョ園行ってなくない。そうなのよ、そうなの、そうなんですよ、ね、そうなの、私過去確認したのね、ゆうさんに。あのジョジョ園がさ、言ってくんないからさ、山田さんがスケジュール立ててくれると思うんだよ、言った。え、ほんとに焼肉はってすごい言っちゃ連絡したもん ね、 ね、
ちょっとだから2016年やり残したことそこよ。マジそれ本当それだ。ジョジョ園に行けてない。ジョジョ園リアルこれだから1年に1回ジョジョ園に行くって決めてるんだから。私頑張ったのに。アップデートスケジュール管理も大事かもしれないけど、ジョジョ園のスケジュール管理はちょっと山田さんの仕事だから。マジでですよ。アップ側延長できてもジョジョ園延長できないんだから、うん、ジョジョ園管理お願いします。そこマジでお願いしたよね。そうなんですよ。いやマジでね、ね、ね、勘弁してくださいよ。今年もね、今年じゃない、来年のすぐか。そうですね。もう一回またアームレスリングで、はい、タワレコのあのあれですよ。あ、今年もあんの？あります。タワレコの大会があるって言ってた。あるって言ってた。あ、そうなんだ。そう、発表したと同時にそれも言ってた。その時ね、3年目でしょ。鍛えてるんですけど、だから多分、ね、もう2年大好きだから2年クイーン取ったんだから、もう引っ込んでるよって多分方も多分たくさんいらっしゃると思うんだけど、いやそんなの関係ない。3回目から殿堂入りみたいな。そうだから3回目で殿堂入り私目指してるので、主役は私っていうのが私の合言葉で。でもしかもなんか、うん、あれ新しい、今年も厳しいよね。だってなんで、なんで今年だって新しい子たちも入ってくる。そうなの。神山ちゃんとか箱入り娘の子が強いらしくて、うん、あ、そうなんだ。そうそうそう、やばいらしい。各アイドル好きだもんね今。え、だって去年の時点で結構強い人いっぱい、今モリティ鍛えてるんですよ。え、マジで私結構練習してるんですけど、酒井さんにも。そうだ、わかるかな。いい、ね、見てこのトレーニングアート。そうなるの。めっちゃね、怪我しちゃってんの。あのこうやってやるじゃん。こうやってめっちゃ練習するから、あの机と擦れるの。やけどってこと？え、そうそうそう、みたいな。摩擦やけどの。てか擦り。マジ？擦り傷がめっちゃある。でも頑張ってる証ですから。本当に私頑張ります。昨日もね鍛えてきたんですか。だから山田さん来年こそねスケジュール管理よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなに3000人超えました。やったー。ありがとうございます。ありがとうございます。女子の腕じゃないってきてる。そう、あのね、ここがあの腕頭骨筋っていうらしいんだけど、結構私の腕頭骨筋いいらしいんだよね。あ、こうやっていい、そう膨れ上がってるらしくて、ここ今めっちゃ頑張ってきて、ここ血管も見えてるんだけど。すごいすごい。ここがねくっついてさ。エスプレッソのカップぐらいだったら割れそうだね。ちょっとエスプレッソって出さないでくれ。リンゴとかでよかったか。もういいよ、リンゴとかでいいの。ごめんごめん。なんでそれでわざとやるの。ごめん。割るよ。ほんとごめん。そう頑張って鍛えてますので、はい、あっ、あー遅いよー。終わっちゃうよ、まあ、遅いよ。逆に番組閉めて、あ、真剣食べるっていうのもある。今から真剣に食べたいと思います。ドミノピザ、とりあえずコーラで乾杯しよう。よっしゃ。ねえ、椅子が今1個下がった。そうなんだよ。あれ、これちょっと下がるんだよね。あるある。なんでかな。さあ、まだいい、まだいいですか。とりあえず開けますよ。いいよね、とりあえず開けるよ。はい、カメラ、カメラさん。でもね、知ってる、うちらもあんないとショールームがね、せーの、閉められない。あれ、レッツゴー、いいよ、せーので、ね、あー、あ、蜂蜜飲むの忘れた。あ、蜂蜜忘れた。これ蜂蜜じゃね。はい、メープルソース。やったー。蜂蜜とはやらないけど。違うけど、まあ、まあ、甘い、甘いソース。まあ、いいじゃない。あ、チーズ大好きなんで、メープル。一回、コーラと乾杯するんでしょ。乾杯する。さあ、古川コラツ2016年最後のチャレンジです。ココカ・コーラのタップを開けられるのか。コラちゃん、開けられないんだよ、本当は。開けられる、アルミだから開けられる。お、スチールはね、全く開けられないんですよ。わ、すごい、炭酸めっちゃ硬い。そんな苦戦する。え、そんな苦戦するめっちゃ跳ねる。そう、やばいんだ。あ、そんな苦戦する。大嘘だよ。ねえ、開きますから。指の力が非常に弱い。真っ赤ですけどね。指真っ赤になっちゃうよ、私、うん、2016年お疲れ様でした。お疲れ様。森さん、どうぞ。2016年お疲れ、森森、乾杯。乾杯。イエーイ。ねえ、また下がった。大丈夫？最後この辺ね。僕重いみたい。ピザ食べよう、ピザ。ピザピザピザ。もう私台本置いちゃった。ピザピザピザ。あら、すごい。ここ食べる。そこがいい。私そこがいい。やった。え、待って、熱くない？かけない？かけない。え、これ絶対熱いじゃん。え、待って、どうしよう。わ、最高じゃない。見て、耳。うわ、おいしそう。え、見て見て、チキンね、3つだよ。いただきます。人数伝える。最後にチキン3つ。これ、男気じゃんけんするしかねえだろ。どうしてなの。じゃ、3つぐらい。最後に、最後に熱い、持てない、どうしよう。うわ、熱い。
え、どうするこれ。あっつ、なんで持ってんの。はい、チキンさ、さっき負けた森さん以外でよくない。なんでそういうこと言うの。いただきます。食べ物の選びは辛いからな。え、待って待って、え、嘘、え、嘘、うーん、あ、来た、来た来た来た、爪、うまーい、うまっ、伸びてる、幸せ、うん、うん、さっきさ、うん、アイドル国家出てた方たちですかっていう、お、あ、人がいて、うん、うん、2人、そうだ、2人、そうです、うん、うん、出た、本当だね、そう、確かにあの番組のオンエアがあってからフォロワーがすごい増えた、歯にくっついた、歯にくっついた、あれなんか出演してない私も増えた。おかしいな、森さんの話滑ると思って一回もしてないんだけどな、なんかなんかわかんないけど増えた、ありがとう。顔が好みだったんだろうねきっとね、ありがとう。私めっちゃ頑張って喋ったもん、私増えてない。ここにお弁当増えてる、 ありがとう。マコ食っていい、嬉しい、気になっちゃった、うん、うん、うまっ、うまいよ、これ番組だよ、うん、放送事故だよこれ、見てた。見られてる、見られてる、もう、やったん、見られてる、やったん、バイバイ、ダメ。ダメダメ、閉めてってあったから、あー、え、ケチャップかけた、ケチャップ切る、え、これ回っちゃおう、まあ、OK、 忘年会いいな、あんまないな、今年なんか不安な、あ、お題目して、モリティのマリマリ食レポのコーナー、イエーイ。さあ復活編ですよ、森さん。復活編だね。それではこのポテトをいただきたいと思います。いただきます。あ、あ、すごい、揚げたてのすごくいい香りですね。いただきます。あっち、熱いですね、ちょっと揚げたてが、ちょっと熱いって演技したんだから、ちょっといただきます。なんかポテトのあのポテトがホクホクしてて、そたのに里見がカリカリしてるので、里見、うん、カリビーズ余ってるよ、滑っちゃう、エスプレッソ泣くの、泣くね、エスプレッソ泣きません。どうですか、サホさんリベンジできて最高です。これでもう思い残すことなく年を越せます。本当に、うん、そうだよね、黒帯も取ったしね、うん、強いて言えば女優やんでしょ。まあでもこのまあピザでメンチで許してあげるよ、うん、そうだね、いや美味しいね、これは美味しい、久々にコーラ飲んだ気がする、美味しい、ガムのピザにはねって、あ、表紙も私ね、だってそうじゃん、長年の夢も叶って、今年ね、めっちゃ夢かなったから、え、ちょっと幸せじゃん、本当にめっちゃ夢かなった今年、うん、黒帯、途中割り、武道館、あ、武道館、うん、すごいじゃん、うん、来年何割るって、うん、あ、あるんですか、氷柱のその上は、来年ショールームでやりたいことじゃないんですかって、うん、うん、いいじゃん、それ話して終わりにしようぜ、なんか時間も時間だし、ショールームですね、お客さん参加型とかね、あー、やりたいね、あ、ウェーム、あとなんだろうな、チンクっていい、うん、ショールームでやりたいこと、うんと、うん、ゲスト、あ、ゲストとかもね、確かに最優秀コンテンツ賞受賞、あ、したい。今年は誰でしたっけ、普段塾さんか、普段塾、あー、普段塾さんか、おい、普段見てないのかよ、うん、見たわ、来年はじゃあ狙いましょう、ゴールの誰も持ってた、戦場カッコ仮が、確かに、あとゲストとかもいっぱい呼びたいね、前道友さんとかさ、いろいろ来てるんだけど、これもらえるんですか、もらえた、先週、先週もらえた、あ、うちらじゃん、うんうんうん、そう、え、メイクさんなくていいんですか、では来年書くことにしました、来年こそは
コンテンツ賞を取るぞっていう意味も込めて、うんうん、来年になったら書きます、片目を入れます、うんうん、で取れたら、え、どういうことしたら取れるんですか、視聴者数とか、どういう基準、視聴者数、視聴者数、なるほど、みんな読んどいて頑張りましょう。へえ、あとは何だろう、何、私も一視聴者だからな、船塾さんのタワーナイン、タワーナインね、タワーナイン、うん、なんかじゃあ戦国に水着になってもらおうか、あ、それいい、あ、そうですね、それなんか8000人ぐらい稼げるすぐちゃんもね、そんなことはない、私たちの力じゃないと、うん、みんなの力じゃないと、ね、なんか戦場かっこかりって結構なんかいろんなね波乱万丈な感じが待ってるから戦場かっこかりみたいになったけど、うんうん、なんか最近ちょっと見るかな、そういうこと言うなよ、最近ちょっとスナピーダ食べてる場合じゃない、そうだよ、戦場かっこかりなりにね、なんでそういうこと言ってしまう、もっとやっていかないですよね、何がいいかな、なんか召喚島植物を出ますそういうまた言うべきことを1年かけてまた、あ、そういうことあ、1年かけていいけどさ、言うよ、私ね、家じゃやらないんですよ、家じゃやらないけど、トマトとか育てたよえ、ね、誕生プレゼントで渡したの、そうなの、ずっと寝かして腐ったかもしれん、え、うち誕生プレゼントにこなちゃんトマト好きだからって言って、そうなんだけど、あの、うちにあるだって知ってんじゃん、私が面倒くさがりあって、毎日お花あげなくてもいいようにちゃんとあげたじゃん、ね、でも週1じゃやばくない、だからね、なんかね、週1じゃ枯れるぜ、ね、週1じゃ枯れる、枯れるか、枯れるよ、そうだね、じゃあサボテンとかいや、ね、マリモえ、マリモなんも世話すれない放置しといても大丈夫なやつじゃん、マリモに関しては水の整理が大変だよ、サボテンでいいよ、サボテン、なんかそう、あと何、あとなんだろう、なんで育てるけ、なんで育成系なの、あれはできるんですか、どうですか、例えば毎回見てた方になんとかみたいなのとかできる、あ、できますよね、プレゼント、例えばあのアットジャムやってるし、アットジャムもフランジクさんあれやってますよね、え、じゃ毎回例えば1ヶ月、あ、そうそう、やってるよね、ますよね、普段なんか応援宣言、アットジャムの上位3名の方にチェキプレゼントとか、うん、やってる何プレゼント、え、上位3名って、これ、あとこれのランキングの、じゃあ毎回見た人っていうこと、あ、解禁賞、そうだからスタンプラリーじゃないけど、私スタンプラリーすごい好きなんですよ、あ、解禁賞ね、集める系好きで、集める系大好き、コンプリート兵器あるから、そういうのやりたい、いいね、キーワードとか出してるやつですか、あ、でも、まあ、回りそうですけどね、でもそういうのいい、なんか確かに、え、よくない、あ、でも仕事で見れないときついから、そうだよね、うんうんうん、そうだよね、キーワードが1年かけて完成するっていう、そうそうもうね、あれだよ、あの、終わった頃に作文だよ1年で何回できるんですかね、365あって、大体1回今年行ってないぐらいですね、40何回、だから1ワードずつとかいくと作文だよ、それ面白いね、でもね、そういうのも取り入れつつ、うん、多分うちらが分かんなくなるんだろう、なんだろうね、うん、すごい面白くない、うん、まあだから1ヶ月とかでもいい、最悪ね、新しいアバターが欲しいって、あいい、確かに2017年用のもう2年か、でもさ、こう何、サンプラリー2年目だからハイセンスなものね、うん、頑張って考えますよ、もう考えちゃうから、考えちゃうよ、明かりのヤバそうだね、またもやしに続くなんか出ちゃいそうだね、ね、なんかみんなからも募集すればいいんじゃない、で、アップ側の一個のアバターにするみたいな、ユッフィーみたいな、ね、あれから結構経ってますもんね、だから持ってない人も多いんじゃないですか、アップ側のアバター、うん、あ、もう今はもらえないんですか、もうもらえない、期間限定でガチャガチャってやって、あー、なるほどね、なるほど、そうね、持ってない、うん、最近アップ側ファミリーになった方は多分持ってないから、ね、なるほど、じゃあアバターね、うん、いいね、全員分コンプしてる方は素晴らしい、いいね、コンプリートしたよ、それも基本的にコンプリートした、当たるガチャとかね、全部シークレットが全部欲しい、困る、いいですね、それくらい、うん、
ですよね。あ、公開放送だっていいね。あ、公開放送してもしょう。まあね、この時間大変よ皆さん。でもさ、寄付とかでやってたりしますよね。自分で苦しめることになるわよ。うん、だからアップガのイベント中にショールームで生放送みたいな。うん、まあそうね。え、でも違う、これの公開生放送がしたイベントを放送じゃなくて、うん、お客さん寝ながら見ちゃうよ。やろうよ。いい、あ、ピザ食べ終わりました。ごちそうさまです。早いね。あれ、唐揚げ食べたの。あなた、ショールームって何時までできるんですか。あ、あ、企画としてそこは別に24時間ですか。え、これもさ、オールナイトとかやりたくないで。ああ、それか。オールナイトって可能なんですか。多分スタッフさんの体力的な問題で。芸人さんですか。え、西野さん。西野さん先日はお世話になりました。西野さんすごいな。テレビめっちゃ感動しました。売れっ子西野さん大変だな。え、ゲーム実況とかやりたい。うん、え、でもそれはほらなんかやったじゃん。ゲームとかいろいろね、その、うん、ね、体を動かす系とかもね。いいじゃん、なんかショールーム、いや、平和に行こう。お客さんのお宅訪問、お客さんのお宅訪問。行きとる行きとる。え、なんかさ、なんか分かったよ、分かった。分かった、分かった。はい、はい、サホさん。はい、サホさん。なんかさ、モザイクみたいな、モザイクアート、モザイクみたいなさ、ガラスあるじゃん、曇りガラス。そうそうそう、はいはいはい、その後ろでずっと喋って誰でしょうって。あ、容疑者じゃねえって。あーみたいな。そう、あれ、そうやって1時間それ喋って1時間もで、トークの内容とかで声もあの変えるやつで、あ、いい、誰か一人毎回シークレット。そうそうそう、アップガだけどみたいな。そう、はいはいはい。あ、面白い。誰のショールームなのか1時間わからないね。そうね、あの最後に私でしたみたいな。やば、あ、面白いじゃんそれ。じゃあ皆さん、話盛り上がってる場ではありますが、はい、ここでエンディングでございます。はい、はい、現在のランキングをね、確認したいと思います。はい、第3位斉藤さん、ありがとう、ありがとうございます。そして第2位がつるちゃん、つるちゃん、ありがとう、かわいい。そして第1位がマリさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日も奇抜な髪型でね、ポッポッポって。皆さん本当に湿気多いのにね、ありがとうございました。ということで1位をね取ったマリさんにはですね、さあ、ご希望のメンバーをから聞いて、そのか、ここからあの感謝させていただきたいなと思うんですけど、社長のショールームいいの、ボスボス、やだよ。みんなってすごい上品。私はちょっと出演 NG 出させていただきます。NG か。そこはちょっとやっぱり。ちょっとやだよね。あると。なんかさ、ちょっとやだよね。ボスってさ、アプガのプロデューサーみたいな。じゃプロデューサー同士のなんか座談会みたいな。いいわよ、いいわよ、いいわよ、ただ見たい、いいわよ。だってそこでなんかさ、怖い意見とか生まれたら嫌じゃない。怖いよ、絶対怖いよ。でもさ、なんか面白そうじゃない、見てみたい。あれはすごい怖いわ、嫌だわ。なんでさ、ボスに公演 NG 出したの。だって、ジラが出るんだよ。だってチェックしてる人隣にいるんだ、嫌だわ。怖いね、嫌だわ、嫌だわ。あ、ごめん、聞いてなかった、聞いてなかった。あ、ごめん、誰って言ってた。ごめん、みんな教えて、そういうの、そういうの。来年もいいことがあるように、サホトケで、サホトケ、サホトケ、ご利益、ご利益します。よ、サホさんお願いします。はい、サホトケ、マニさん、来年もいいことがあるように、マニさん、ありがとう。何か言おうとしたら、何か続けて言おうとしたら、続くのかなと思って待ってしまったじゃない。待ってしまった結構待ってしまったよ。ありがとうございました。ありがとうございました。幸せが訪れますように。あれってめっちゃ滑ってるからね。あ、もう言いたくない。はい、告知です。はい、告知。あ、いたよ、怒られた。はい、告知。はい、31日、はい、ですね、名前にあるよね、なんかね、ショット、ことがある、違う、なんだっけ、ガールズボム、そう、あ、書いてないや。29日、はい、発表なってるね、あ、発表なってるね。いや、これ書いて、はい、書いてないと不安になっちゃうわ、本当に。ガールズボムがですね、書いてない、29、はい、はぁ、新木場、新木場スタジオコーストにて行います。あの、行います、ね、あのー、だから本当年末あんなアイドルイベントあれじゃないですか、少ないじゃないですか、そうですね、最後ぐらいじゃないですか、ね、めちゃめちゃいっぱい出るもんね。出るね、タイムテーブルが出たそうです。皆さんぜひ見てください。アイドルライブ、アイドル対バンライブ、おさめをさせていただきます。おさめ、おさめ、ジャンプガライブ、おさめは、はい、は12月の31日大晦日にカウントダウンジャンパーを名古屋に届かれます。ありがとう。今年も
カウントダウンできるということで、2公演ですよ、2公演、ダウン、なんちゃってカウントダウンとリアルカウントダウンと、なんでダウンで明日ね、バスのリハーサルとかもしちゃうし、そうです、そうだよ、アップガットね、ライブを収めた瞬間に始めるっていう、そう詰め込みましたね、おいおいって風がすごい楽しみにしてて、コーラ飲めなかった、収めて始めるっていうのをね、やれるから、そうですね、そうですよ、まあ、あと今年もあのアップがミュージックフェスもね、やるので、夜中、その前お願いしますね、その前に、1月2日はい、うちらは2日、2日、3日、2日、ニューイヤープレミアムパーリー、はい、これがアップがと同じ出演し出演日に出る、2日です、2日、うちらは2日なんですけども、ね、隣に並んでる朱夏春と、大阪春夏秋冬と、コラボさせていただきます、はい、朱夏春のコラボ嬉しいね、やばいね、暑いね、やばい年始からグッドバイブレーション、シカシューにもやったよね、やった、大阪まで行った、そこで仲良くさせていただいたんだよね、そこからもずっとアップガさん、だって本当になんか今さ楽屋で会って一番うるさいメンバーだと思う、そう、動物園だよね、ほんと動物園って野獣園みたいな感じです、すごい、もう私はめっちゃ年下なのにおばちゃん扱いするもん、ほんとだ、ノリが好き、やっぱ大阪、そうだ、仲良しなシカシューと思うんですね、私たちも楽しみにしているので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください、はい、お待ちしてます、左上にバナーがございますので、チケットまだお持ちじゃない方はですね、そちらから、ゲットしていただけたらなと思います、はい、そしてアプガの定期公演、はい、はい、こちらはじめ、ね、何でもつければいいと思って、7日、1月の7日に新春公演と、フォトアイドのね、誕生日当日なんですけど、生誕祭と、あと関根あずさが20歳になりましたので、成人スペシャルを行います、みんな待ってます、今日はね、打ち合わせしてましたから、してました、何やるんだろうね、ウキウキ、まだチケットは先行発売中ですよね、先行発売中ですね、はい、ね、はい、お願いします、お願いします、そして、そして、まあ、これを言いましたね、そして、あ、そうそう、これお森さんの大事なやつ、はい、大事なこのタワレッコのね、感謝祭が1月の22日にあるんですけれども、ね、もちろん今年もアームレスリング大会ありますので、アームぜー、失礼する、うん、あ、失礼する、うん、おー、明かりも大丈夫ですか、鍛えてないけど大丈夫、黒帯ですからね出た出た、そうでしょ、そういう時なんていうの、黒帯だぞ黒帯だぞ、ほんとに絶対いけるもん、今年は、だから黒帯締めた方がいいよ、ちゃんと黒帯締める、締めていく、持ってきてね、ちゃんと、え、道着できなよ、うん、いいの、いいよ、ライバルですか、ここも、まあね、森さんが唯一、うん、1年で一度の目立てるチャンスなんで、うん、ぜひ皆さんよろしくお願いします、よろしくお願いします、必見、森さん今日は必見、必見です一度なんで、泣いちゃうぞ、また泣いちゃうぞ、泣いちゃうぞ、フレストって言わなきゃいけなくなるぞ、やめて、ね、そしてね、ジャパンエキスポにも出演することが決まってます、やったー、はい、行きまーす、2月の10日から12日初の会ということで、トムヤムクン嬉しい、行きたい、ゾーンに乗りたい、トムヤムクン、どうした、越したやばいよ、これは巻いて帰る、11時越しちゃったから巻いて、みんな巻いて、みんな帰りたいって顔してるから、そして1月の29日にはね、湯上がり祭りもあります、石川県、そう、戻ったら石川県にってありますんで、私たちこう結構温泉祭りみたいなの多いんですけれども、ぜひぜひね、アップガで汗かいて、ライブで汗かいて、温泉使って楽しんでください、はい、お待ちしてます、もうちょいで温泉に行ったい、ということでですね、アップアップガールズ過去会の公式 YouTube チャンネルからご覧の皆さんも、毎週火曜日22時からショールームで生配信してますので、ぜひ生でもご覧ください、次回の放送を見逃さないためにも、ハートマークをクリックしてお気に入り登録してください、お願いいたします、ということでね、まあ、ここ放送中にいっぱい来年のことも喋りましたので、はい、ましたので、満足いたしましたか、はい、はい、ピザも食べましたしね、来年もまた楽しい熱い1年にしたいと思います、はい、まあ、ショールームぐらいはゆったりね、寄せに行った、寄せに行った、ありがとう、最後ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいね、2016年最後の放送で、ね、嬉しいよ、ありがとうございます、ぜひね、来年も 1年間かけて、はい、皆さんと楽しい企画いっぱいやっていきたいなと思いますので、はい、ん、次回は10日です、次回10日1月10日の、はい、放送になるそうなので、10日、ぜひ皆さん見てね、じゃ最後あれですね、いよいよ年をで締めて、そう、よし、アップアップガールのゴリでしょ、よ、年をで、はい、それでは以上、アップアップガールズ、おいねえ、今さ、まだ言ってるんだよ、わざわざ言ったんだよ、アップアップガールズ、それでは以上、アップアップガールズがっかりでした、良いお年を、はい、くださいませ、バイバーイ。